豚戦争は、サンフワン諸島におけるアメリカ合衆国とイギリス領、北アメリカとの国境をめぐる紛争の中で、1859年にアメリカとイギリス帝国が衝突した事件。サンフワン諸島は、バンクーバー島と北アメリカ大陸との間にある。豚を射殺したことがきっかけで発生したため、豚戦争と呼ばれるようになったが、他に、豚エピソードとも呼ばれる。 その豚は衝突により血が流れることのなかったこの戦争における唯一の犠牲者だった。最終的にサンフワン諸島はドイツ皇帝により設置された第三者機関によりアメリカ領とされた。1846年6月15日オレゴン条約が締結されオレゴンカントリーコロンビア地区は北緯49度線に沿ってバンクーバー島と 大陸との間の海峡の中央へ、そこから南へその海峡を呼び、ファンデフカ海峡の中間を通過し太平洋に至る境界線で分割された。しかし、1846年時点でその地域の一部、地形は未だ明確になっておらず、実際には、バンクーバー島と大陸との間には二つの海峡、すなわちサンフワン諸島の西側に、ハロー海峡が、東側には、 ロザリオ海峡が存在していた。1798年のバンクーバーの地図。バンクーバー島の南東部、ガルフ諸島、及びハロー海峡付近に多少の混乱が見える。当時最も一般に入手可能な地図は1798年発行のジョージ・バンクーバーによるものと、1845年発行のチャールズ・ウィルケスによるものだったが、 そのどちらの地図でもバンクーバー島南東部の及びガルフ諸島付近は不明確で結果波浪海峡についても十分にはっきり記載されていなかったこの曖昧さのためにアメリカイギリス双方はサンフワン諸島の領有権を主張した1856年アメリカとイギリスはサンフワン周辺を調査し国境線を決定するために 国境線委員会を設置した。委員会ではいくつかの国境線案を作成し、その中では3つの手腕、ハロー海峡を通過するもの、ロザリオ海峡を通過するもの、及び和解案としてサンフアン海峡を通過するものが提案されていた。極端なアメリカ案は厳密に条約文に従い、バンクーバー島とサンフアン諸島及び、 ガルフ諸島を含む沿岸のすべての島々との間を境界とするものだったが、真面目に検討されることはなかった。イギリス側委員は、アメリカ人が作成した一部の地図において、国境線がロザリオ海峡を通っていることに言及した主張を行った。その地図の中には、巧妙なアメリカ人地理学者ジョンシー・フレモントによるものもあった。それでも、委員会は、 合意に達しなかった。この係争中、イギリスのハドソン湾会社は、サンフアン島を羊の放牧場にする事業に着手した。その一方で1859年半ばまでに25から29人のアメリカ人がサンフアン島に移住してきていた。オレゴン条約からちょうど13年後の1859年6月15日、その曖昧さが直接衝突を引き起こした。 1850年にアメリカで制定された教養地請求法によりこの島へ移住していたアメリカ人ノーフライマンカルターはその日自宅の塀のそばで男が笑っており大きな黒豚が彼の庭の会計を食べているのを見つけた彼は非常に腹を立て豚を狙って撃ち殺した笑っていた男は森の中に逃げ込んだ結局その豚は ハドソン湾会社の羊牧場で働くアイルランド人チャールズ・グリフィンの所有物であることが分かった。グリフィンは何匹かの豚を所有し話し飼いにしており、二人はこの事件までは平穏に暮らしていた。カルターはグリフィンに大使豚の弁償として10ドルの支払いを申し出たが、グリフィンはそれに満足せず100ドルを要求した。この返答以降、カルターは 豚が彼の土地に入り込んできたのだからその豚のために金を払う必要はないと考えるようになった。イギリス政府当局はカルターを逮捕するぞと脅しアメリカ時に従者は軍に保護を求めた。オレゴン省長官のウィリアム・セルビー・ハーニー准将はまずサンフアン島へのイギリス人の上陸を阻止するため第9府兵連隊からジョージ・ピケット大位の元66名の アメリカ兵を派遣した。イギリスはアメリカ人不法居住者がサンファン島を占領し始めることを有料し、アメリカを牽制するためにジェフリー・ホーンビー大佐に指揮させ3隻の軍艦を送った。状況はエスカレートし、1859年4月10日までにサイラス・ケイシー大佐指揮の14門の大砲を装備した461名のアメリカ兵と70門の 重宝と2140名の兵を乗せた5隻のイギリス軍艦とが対峙した。しかし、この艦訪問が開かれることはなかった。バンクーバー島植民地総督ジェームズ・ラグラスは、イギリス海軍少将ロバート・ランバート・ベインズに対し、イギリス海兵隊をサンフアン島に上陸させ、ハーニー指揮下のアメリカ軍を攻撃するよう命じた。ベインズは、 二つの大国が、たかが一匹の豚のことで争うなど馬鹿げていると断じ、命令を拒否した。現地の両軍指揮官は、それぞれ同様の命令を受けており、それは、自衛せよ。ただし絶対に、こちらから先に発砲してはならない。というものだった。数日の間イギリス軍を呼び、アメリカ軍兵士は罵声を浴びせあって、相手を刺激し、先に発砲させようとしたが、 両軍の規律は保たれ、発砲されることはなかった。9月、アメリカ大統領、ジェームズ・ブキャナンは、ダグラス総督と交渉し事態の解決を図るため、ウィンフィールド、スコット将軍を派遣した。これは、国内で南北戦争の緊張が最高潮に達していた、アメリカにとっての最善策だった。交渉の結果、双方は島を共同で軍事占領し、 兵力は100名以下に削減することで合意した。イギリス軍キャンプがサンフアン島北端の補給やアクセスの容易な海岸戦争に設置され、アメリカ軍キャンプは南端の吹きさらしの草地で船舶輸送に対する集中砲火に適した高地に設置された。共同軍事占領中、サンフアン島のイギリス軍及びアメリカ軍の小部隊は、 お互いに非常に友好的な関係を築き、お互いのキャンプ地を訪れ、それぞれの祝日を祝い、様々な運動協議会を模様した。パークレンジャーは、訪問客に対し、その数年間における島での平和に対する、最も大きな脅威が、大量のアルコールが入手可能なことだったと語る。この状態は、その後12年続き、この問題は、 ドイツ皇帝ビルヘルム一世に委ねられた。1872年10月21日、ビルヘルム一世に任命された委員会はサンフワン諸島に関するアメリカの主張に賛同することに決定した。1872年11月25日、イギリスは海兵隊をイギリス軍キャンプから撤収させた。アメリカも1874年7月にそれに続いた。 2006年現在でも、イギリスの国旗が、上記イギリス軍キャンプ地で、パークレンジャーによって、毎日敬応効能が行われており、外交儀礼に関係なく、アメリカ政府職員によって、他国の国旗が敬用される数少ない場所の一つになっている。サンフワン島国立歴史公園は、豚戦争を記念するものである。ありがとうございます。